この日のビーム君も散歩に行く気満々ですが、外は大雪です。やつは本当に行くんでしょうか。行くんです。やっぱりやつは行くんです。っていうかですね、休みの日にお散歩に行かなかったことがないです。ビームさん大丈夫なんでしょうかね。ビーさん大丈夫なようです。大雪のおかげでもうすぐに顔が真っ白です。ビームさん、お前なんか帰ろうとしてるべ。もう一度呼んでみましょう。ビー、真っ白です。アホです。お前もう来たんだから行くぞ。おい、白馬のビーなんですけども、いや今日は顔も真っ白になりますね。まあせっかく来たんで一生懸命歩いてもらいましょう。こうやってちゃんとカメラに向かって歩く理由はこうやってです。はい、こうなったら歩け歩け。はい、ビームさんチョコありますよ。もう必死ですね。なんか歩き方がゼンマイで動いてるかのように歩いてますけども、これがビーウォークです。はい、ビーちゃんおいでおいで。はい、こっちだよ。はい、最後まで歩きましょう。最後まで歩いたらチョコ2つあげます。いやー、ほんとすごい雪です。どれだけすごい雪かと言いますと、はい、これだけすごい雪です。顎ひげをつけてほとんど埋まってます。はい、もう少し頑張れ頑張れ。はい、お家に戻ってきましたけども、なんとですね、ビームのファンの方から誕生日プレゼントをいただきました。じゃあビームくん、中身の方見てみようか。まずはですね、実際にこれたまに食べてます、デビフの牛肉の角切り。おい待ってろ。おい、はい、続きまして鹿肉御膳、これ試供品でもらった時にすごい食べてましたね。高級おやつです。もうアホラニアン食べたくて必死です。はい、あともう一つ来たー。ビーム君の大好物ストロベリーチョコです。このストロベリーチョコ今となってはレアなんですよ。なんと残念ながら廃盤になっちゃいましたね。いつも行ってるペットショップでも売り切れなんですよ。いやー、本当にありがとうございます。特にストロベリーチョコ嬉しいですね。もう食べれないと思ってましたからね。いや、ちょっとネットでないか調べてみましょう。ということで今日はこの辺で終わりにしたいと思います。